この動画では紙でゴムを隠した後にアメピンで留める際のポイントを解説していきます。ポニーテールをした後に毛先の一部をゴムの上に巻きつけてから毛先を内側へ入れ、余った毛をピンで留めます。毛先にピンを通してからピンを半回転させて留めましょう。画像で先ほどの手順をおさらいしてみましょう。一つのピンで毛先が収まらなかった場合は、もう一つピンを刺して留めます。最後に留めた部分の紙を少しずつ引き出しながら、ピンが隠れるようになじませていきます。これで完成です。